レオナルド・ダ・ヴィンチによるサルバトール・ムンデが2019年現在最も高額な絵画である。この項目では知られる限り極めて高い金額で売買された絵画を一覧にしている。高額な絵画の歴史は1987年のゴッホのひまわりに始まる。この時の価格はわずか2年前に打ち立てられた記録の3倍以上に及んだ。このオークションは初めて モダンの絵画が最高額を記録したという点でも重要である。つまりそれ以前には最高額を更新するのは常にオールドマスターだったのである。その後、最も高い値がつく絵画は大抵オークションを減るようになるのだが、こういった事態はそれ以前には考えられないことだった。2019年現在の最高額は、レオナルド・ダ・ヴィンチのサルバトール・ムンディで約4億5千万。 アメリカドルである。世界で最も有名な絵画の数々、とりわけ1800年以前のオールドマスターの作品ともなると所有しているのは大抵美術館で、その目的といえばパトロンに干渉させることである。美術館が所蔵品を売却することは稀であり、その意味でこれら絵画は文字通りまさに値段がつけられない。ギネス世界記録で言えばモナリザが 史上最も高額な保険がかけられた絵画作品とされている。モナリザは数ヶ月かけてアメリカ国内各地で展示させる場合の査定が行われていて、1972年12月14日に1億ドルという評価がなされたのだが、ルーブル美術館は安全を期してこの額面通りの保険料の支払いを決めたのだった。インフレ率を計算すると、この金額は 現代の828ベ米ドルにあたる。1987年3月に売却されたコッホのひまわりから歴史は始まる。この作品はかつての記録を3倍以上も更新し、高額な美術品の取引に新たな時代を築いた。それ以前には1枚の作品に付けられた天井となる金額はアンドレア・マンテーニャの東方三博士の礼拝の810万ポンドだった。 これは j ポール・ゲティ美術館が1985年4月18日にロンドンのクリスティーズで落札した時の価格である。インフレの影響を差し引いた場合、1987年より前についた最高額はレオナルド・ダ・ヴィンチのジネーブラ・デ・ベンチの肖像の500万ドル前後である。これは1967年2月にナショナル・ギャラリーがリヒテンシュタイン家と取引した時の価格だ。 そして、オールドマスターの作品群がマーケットを支配していた時代に初めて、ゴッホのひまわりというモダンな絵画が高額売買の記録を打ち立て、今では上位43作品のうち1850年、以前の絵画は6作品しかない。続く1990年代には、ルノワールとモネをはじめとした印象派が2000年代には、 ピカソとクリムトなどモダンな絵画が最高額を更新していった。その後に、ウォーホルやレクーニング、さらにフランシス・ベーコンやマーク・ロスコなどのコンテンポラリーな作品がオークションで人気を博し、極めて高額な絵画作品となった。さらに絵画そのものの様式とは別に、2007年にはロシア人のロマン・アブラモブッチがフランシス・ベーコンのトリプティク、 1976をカタールの王族がマークロスコのホワイトセンターを購入したが、これらアメリカ国外に拠点を置く人物によって絵画作品の最高額が更新されていく状況が出現した。これはこれまでのアメリカ中心とも言えたマーケットの変容を意味してもいる。ロンドンに拠点を置く富豪のロマンアブラモブッチ、フィンセント・ファン・ゴッホとパブロ・ピカソは この一覧を代表する結出した画家である。しかしピカソは財産を築き、ゴッホは生涯で一枚の絵画しか売っていない。その赤いぶどう畑には印象派の画家で女子相続人のアンナボックが400フランの値をつけた。その後は一覧にある通り、6作品が現在の76400万ドル以上で取引されている。 この一覧は2012年3月の消費者物価指数によるインフレ調整済みの価格順で並べられている。売却された当時の為替レートに従って必要に応じて事前に米ドル換算してある。この一覧の金額は日々刻々と改定されるインフレ率によって上下、中流し為替レートの変動によって通貨ごとに順位が変わることもある。一作品は 最大一回しか一覧に登場しない。つまり過去の取引価格のうち最高のも、ありがとうございます。